皆さんこんにちは、まもるです。ということでですね、今回はスイートスポット、ラケットの真ん中に当てる意味ということについて少し言及していきたいと思います。それでは行きましょう。今回は3つね、大事なポイントがあるかなと思うので、そこについてお話をしていきたいと思うんですけど、まず1つ目はボールがよく飛びます。まずスイートスポットなんですけど、スイートスポットってラケットの中間になるんですね。でここは縦と横で一番ガットの長いところになります。で長いということはガットがぐーっとタームじゃないですか。でタームってことはトランポリンをちょっとイメージしていただければいいかなと思うんですけど、よくビョーンと飛ぶようになるんですよ。端に当たったらガットが短いので、短いとあんまり飛ばない、真ん中だとぐーっとタームのでよく飛ぶようになります。次に2つ目なんですけど、当たった時の感覚でボールがどこに飛んだかが分かりやすくなります。ボールがどこに飛んだかっていうのが分かると、どういういいことがあるかっていうと、試合をやってた時に自分がここに打ったらこのポジションだなみたいなことって多分あると思うんですよ。いいショットが打ったらちゃんと前に詰めようとか、あちょっと飛びが悪いから少し下がろうとか、まあ、そういう意識になると思うんですね。なので打った瞬間にどこに飛ぶかっていうことが分からないと、まあ、結構試合にとっては死活問題なんですよ。だからこそスイートスポットちゃんと真ん中で捉えて、自分の感覚っていうのを研ぎ澄ませるようにね、していった方がいいかなと思います。最後3つ目なんですけど、まあタームって先ほど言ったと思うんですけど、そのターム時にガットがね、こう引っかかりやすいんですよ。でガットが引っかかるとどういうことが起こるかっていうと、ガットがずれて、そのずれたものがちょっと戻るようになるんですね。で戻ることでボールへの回転量っていうのはしっかり増してきます。もし端の方に当たったらですね、ガットっていうのはこの針の部分っていうのが短いので、そんなにこう引っかからないですよ。ということで、回転をかけたいなって思う方はね、ぜひね、スイートスポット当ててみてください。まあいろいろね、今日話してきたんですけども、まあでもね、正直スイートスポットじゃあどうやって当てればいいんだよって、じゃあ真ん中に当てたくてもなかなか当たんないんだよって方が、まあ多いと思うんですけど、まあね、僕が思う一番最高にスイートスポットに当たる方法っていうのは、打点のイメージをどれだけできたかになるんですね。要はこうボールが飛んでくるじゃないですか。で地面にバウンドして、あこの高さで自分はボール打つんだなってイメージが分かっていれば、そこにめがけてラケットをしっかり出すことができるので、スイートスポットって当たりやすいんですよ。ボールが飛んでる段階でどの高さになるのかっていうことをね、しっかり予測していただけるといいかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。